自民党の小泉進次郎選挙対策委員長は28日、党本部で記者団に対し、衆院選で与党が過半数割れしたことを受け、石破総裁と会って、選対委員長として結果の責任を受けて職を辞す、と辞表を提出をして、受理してもらった、と述べた。小泉氏は、辞任について、選挙の結果責任は選対委員長がすべて引き受ける。 当然のことだとだ説明したさらに、石破首相や森山幹事長の責任について記者団から問われた小泉氏は、選挙の結果は選対委員長の責任だ。すべて私が責任を取ることだと強調した。そして、自民党に、このままではだめだ、変わらなきゃいけないといった審判を素直に受け止めて、反省の上に立って、党改革を進める一員として、役割を果たしていきたい。 と述べた。